探索でいいんですよね、多分これは。あー、うまるさんこんばんは。これ探索するよ。やりたかったパーティーがやっとできた。やっと完成しました。俺的にはもうパーティーを、これからちょっとこいつらのジジイの少年を鍛え直しに行きたいんですけど、もうこいつはちょっと腐ってるんで全員。年金頼りすぎて腐ってるんで、ちょっとこいつを叩き直したいですけどね。ここは関係ないのかな。エレベーターのスイッチ。エレベーターは多分一番下にありましたよね。あれのことっすよね。宝箱をちょっと回収したいので、うろつきます。宝箱いろいろ回収できるようになってるのかなってないのかもわかんないですけど、もしかしてこれまだなってないのかな。とりあえず降りたらいいのかなこれ。はい、知人は知人分かれます。あの知人はあれです、一個ね、四魔貴族を一匹でも倒してたら確か分かれられるんですよ。それまでは別れられないです。一回戻って行けなかったところ。はい、オッケーオッケー。あそこですね。エレベーターみたいなところですよね。オッケー。あ、ピドナの隠し部屋行きました。多分合ってると思います。見つけました。鏡の中ですよね。ゲットしております。魔女の瞳ゲットしております。よし。こっちじゃない。すげえ迷う。ほんま迷いますね、これ。とりあえずサクサクっと降りましょうか。宝箱は通常のルートでは回収できないっぽいよな。また別なのかな。開いてる。開いてるぞ。うわ。うわ。すごい。すごい。何これ。螺旋階段っていうことなのかな。すごいっす、なんか。おーおーおーおおお。おーおーおーおお、ガンガン行くな、これ。これは一体。あ、ショートカットってことか。なるほど。なるほど。ショートカットですね。よし、一回、あれ？スイッチがどっかにあるはずやから。これ、あ、ここや。OK、見つけた。別れたいです。詩人とはもうさっさと別れたいですね。さあ、来た。ティベリウス。ティベリウスはもちろんパンツ。いけー！ティベリウスに、どつき漫才をさせましょう。このジジイ、一番のジジイに体術という、足かせを与えます。いけ、ジジイ！おっそ、ジジイは。やっぱジジイはスピードが遅いな。ゼロ。ジジイの技が貧弱なんで、まあ、体術多分どんどん上がっていきますんで、問題ないでしょう。術レベルがちょっと高いんで、もしかしたら術はそれなりにやれるんでしょうけど、キベさんは。体術覚えたのがキックと空気投げ。とりあえずこの二つでいきましょうか。OK。あ、これ、こっから敵か。うわわわわ、数多いな。ちょ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 。空気投げ。ファイヤークラッカー、大車輪。で、ブレードロール。主人は四魔貴族倒したタイミングなので、今外すのは無理かも。あ、もう外れないってことですか。まあまあ、構わないですけどね。自陣はどっちでもいいんですよ。もうセコンドにいといてくれりゃ問題ない。もう誰も加入させる予定は今んとこないですし、基本的には多分虎血陣でずっと行くんで、虎血陣と体術の相性が最悪だみたいなことを誰か言っておられたんですけど、もうそこも含めてこれでいきます。あったかい。気持ち悪い。真ん中の、こいつ何これ、イカロス。イカロスは、炉で固めた鳥の種。あの歌すごない？あの歌の意味わからんさがすごいんですけど。
なんで太陽を目指して飛んで、ロウが溶けて落ちた男の話を聞かなあかんの。ただのアホ。歌詞的にはもうそれだけで十分のような気がするんですけどね、あれ。何のことやねんと思います、小学校の時に。ロウで固めた鳥の羽で、太陽を目指して飛んで、で、太陽に近づいたらロウが溶けて落ちて死んだ男の話を、そんな長々と言われても、結構もう、結構早終わる話ですよ、これ。アホがいた、だけで終わりなんですけど、基本的には。なんか、翼をくださいですよ。なんでしたっけ、あれ。あー、こんばんは。気づいてなかった、こんばんは。ララ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 ラですよね。わけがわからないですよ、もう。アホが一人いただけのことなんですよ、本当に。アホがただ一人いただけ。それだけしかもうないのに、そんな説明がいらないんですよ。ローで溶けたから落ちたとか、そんなことはもういいんですよ、別に。よし、こう。あれ、小学校の時歌わされましたけどね。主人イコールセコンドイコールアントニー。キック。一番キックっていう言葉が似合わないですね。ティベリウス。ティベリウスとキックってもう全く合わなすぎても、大助花子とフランス料理ぐらい合わない。大助花子師匠の大助。大輔師匠とフランス料理、大輔師匠とユーロビート、大輔師匠とクラブ、大輔師匠と日産ムラーノぐらい合わない。大輔師匠と表参道、大輔師匠とソーシャルゲーム、大輔師匠と逆押し、大輔師匠と法廷つも、全部合わない。なんか合わない。いや、これか。押さえておかないとスイッチが戻ってしまう。誰かを残す。いやいやいや、じじいの、いやいやいや、え、ちょっと詩人を残せよ、詩人を。なんやねん。いきなりじじい外れてしまった。そうですか。じゃあ、まあ行きますか。これは、辛いなぁ。まあまあ、とりあえず、後でまた回収できるんでしょうね、多分。大輔師匠に小顔パック。大輔師匠と松本清、大輔師匠と花子師匠、ちょスイッチ押してるからこれで OK なの。ちょっとおっしゃー、来てる。おお、すげえ、何この機能、なんちゅう機能やねん。すごいエレベーターっすよ、これ。よし。これ敵っぽいな。あー、やっぱりなー。いや、そこは合う。大輔師匠との流れですよね。いや、そこは合うと言っていただいてますけど。うわ、こいつ、全部剥ぎ取ってもうてるわ。あー、剥ぎ取ってもうとるわ。何にもない。丸裸です。指示入れたのは入れたけど、丸裸。大輔師匠となんちゃんエレベーター。大輔師匠とお笑い。全く合わないです。全く相性がもう最悪です。
唯一でも一個だけ唯一大輔師匠に合うもんがあるんですよ。唯一一個だけ、こんなに合うものがない大輔師匠でも一個だけめっちゃ合うものが一つだけあるんですけど、大輔師匠と特濃牛乳、これだけはもう絶対の相性、 4.4 特濃牛乳です。これが一応大輔師匠と唯一合うものです。あ、はい、そうです。このゲームはスーファミです。あー、そういうことか、これ。わかった。今わかったぞ。そういうことか。これ、あれや。あれや。どれや。一人ずつかけていくんでしょ、これ。これ多分一人ずつかけていくパターンのやつやろ、これ。ラセット。これは弱いぞ。こんなもんは弱いぞ。さっさと仕留めてしまいましょう。というか、こいつは多分めちゃくちゃ弱いから、何もする必要は特にない。よし。これで終わりでしょ。効いてる。すえー。大輔師匠アンパンみたいなもん。これで誰かをまた置いていく。あ、ジジイ、どんどんジジイが、うちのメンバーからジジイがいなくなる。すごい振動起きてます。おこれでまたエレベーターに乗ればいいのかね。そういうことなのか、ん、そういうことなのかな。それともここ辺で地形が変化してるわけじゃない。でも敵が消えてるから何かしら変化はあったんですよね、多分。え、何が変化した。こっち入り口できたりとかしてる、してないな。お、エレベーターにもう一回乗り直す感じかもしれないんで、ちょっと行きます。これ戻りの、あ、違う、ここや。あ、ここ、あったあったあった、開いてますわ。よし。嫌な動きするな、これ。よいしょ。から、こっちもあるな。上上がる階段。こっちは、何もないように見せかけて宝箱。うん、うん。どっちが正解や、これ。わかんないっすね。わかんないっすね。こっちが正解なのか。まあ、後でいけるでしょう、多分。宝箱。敵が回復。これ取れてなかった宝箱取れていってますね。高級傷薬。よしよしよし。じゃあ、これ回収ちょっと先行くか。あれ？あれ？あ？まさか！チャーン！これでまた一人抜けて、道は合ってるな、これ。道は完璧合ってる。こう入って、こっち。これ多分どんどん抜けていくんやろね。最後一人とかになるんじゃないか。可能性としては。あ、もうどっち行ったやねん、これ。ちょっともう選択肢が多いの嫌や。あまり選択肢が多いと人間というのは選べなくなるっていうね、マーケティングのテクニックがあるんですよね。実はあまりにも選択肢が多い場面では人間というのは選ばなくなるんですよね。100個から1個選、1個買ってくださいっていうよりかは、やべえ、ナイス、3つの中から1個選んでくださいっていう方がはるかに買ってもらえる率が上がる。よし、まあ、強くはない。 OK。 あ、クリア後はもう再探索できない。あ、そうなんですか。ちょっと注意ですね、それは。よいしょ、最高傷薬やって。
最高傷薬。まあ、シャールはどんくさい。ほんま、難儀しますわ。難儀するなーって。関西のおっさんしか言わない。難儀しますね。ほんまに。ちょっと探索優先で、こんな感じでロマサガは 100% 逃げれます。結界石だぜ。宝箱を全部回収しとかなあかんよね。ボスっぽいところまで来たら、とりあえず戻ればいいのかなって、だ、最悪や、最悪や、またや。これまた誰か失うぞ、これ。知人？え？知人がスライムに食われて死んだ。ちょっと再探索できひんって言われてるのに戻れへんし、これ。マジか、これ。戻れないっすよ、これ。再探索できひんねんぞ。やめてくれや。知人が、うわぁ、戻れへん。しゃあないっすよね。行くしか、行くしかねえなぁ。あ、クレッシャーさんこんばんは。塔に来ております。あ、こんばんは。塔に来ております。あ、よいしょ。あー、もう全員失った。これで全員失った。おい、おい、おい、大丈夫か？全員いなくなって、これちょっと待って、再探索できひんの？もう無理ちゃうん、これ。これもう無理やで、これ。ほら。再探索できねえよ、これ。行くしかないのか、じゃあ。行きますか。なんか超重要なアイテムがあったりしたんですか、これ。やるな、ここまでたどり着くとは大したやつだ。だがここでは消えてもらう。ここで勝負すんのか。俺の邪魔はさせん。1対1。攻めー。うわー、なんか時みたいな感じですけど、時感がすごい。うわ、強え。大丈夫っしょ。1対1用のなんていうかセッティングにしとるでしょこいつも。当然、いや強いな。強いのかハリーとか弱いのか。いや強え。あ、帰ってきた。ジジイ帰ってきた。よっしゃ、空気投げや、いけ。ジジイがご帰宅。こんな感じで仲間が集まってくるんや、多分。空気投げ4。空気投げ4。おっしゃ、ジジイ、もう一個のジジイ。ジジイが2人。来てる、ジジイが来てる。待って。はい。あれー、ということは倒せないんじゃないか、これ。大丈夫。5人揃うまでは倒せないパターンかもしれないですね、これ。戻ってこい。おっしゃ、白髪が戻ってきて、今んところ4人中3人が白髪です。あー、老人に無茶苦茶しやがる。介護に入ります。よっしゃ倒した。オッケー。介護に入りました、今。オッケー。分身剣の極意ゲット。あ、チャツボさんこんばんは。平均年齢がすごいです、本当に。西洋遺物を手に入れた。ざっくりしてんな、これ。言い方がざっくり。あ、栄光の杖。マスカレイド。あ、マスカレイドここにあった。はい。西洋の槍。七聖剣。魔王の斧。よし。いっぱい手に入れた。槍。じゃあ一回ちょっと顔見に行きますか。ここ。姫がここに。ちょっと待ってね。セーブしときましょうね。こっちにセーブしときましょうね。武器手に入れたから、ハルシオンは固定装備なんで、イビルアイ変えますか。あれ地政権って持てへんのかな。地政権はどこに。地政権がないよ。あ、
これ満タンやったからやばいパターンじゃないのこれ。ちょっと待って、やばい。倉庫見に行く。倉庫見に行きましょう。ちょっと七星剣取れてへんパターンやこれ。あかん。これ倉庫に行ってんのかな。あゆんたんこんばんは。ちょ怖い怖い怖い。倉庫に大丈夫？倉庫で。怖い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 。やめてやめてやめて、ほんま。やめて、この魔王の鎧のパターンのやつやこれ。魔王の鎧失った時もこういう感じだったんです確か。やめてやめて、ほんまに。あ、来てる。よかった来てる。よし。誰やねんこんなとこに革のブーツ入れてるやつ、ほんま。危ないな、もう。お水でバイキングスいらない。もういらない。いらない、いらない。よし。来た。どれ、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 どれ。これ、セオの槍。うわ、強い。強いけど、セオの槍、いらんよな。いらんけど、返してあげればいいんですよね、あそこに。盗まれたところに返してあげよう。で、マスカレードはウェイクアップで体験になるからこれもいらない。栄光の杖、これ強いのかな。栄光の杖って強いのかな。魔王の斧は多分なんかデメリットがあるんでしょうね。使っていいんでしょうかね、魔王の斧。皆さんのあの意見をお聞きしたいんですけど、魔王の斧は使っても OK？ 栄光の杖とかはどうなん？でも栄光は結構問題起こしてますからね、二股やなんやかんやで。あんまり触らん方が俺はええと思ってます、正直。もうそういうやつはもうあんま触らん方がいいと思ってます。こっちが怪我する形になるんでね。あんまり栄光には触りたくないのが本音ですけど、イビルアイを聖剣に変える。で、どうなんこれ、魔王の斧どうなんですよこれ。あ、そっか、技ポイント消費倍か。魔王系は全部そうでしたっけ。じゃあ使えへんし、こいつスマウグ持ってるしいらんし、いらないですね。じゃあね、とりあえず七聖剣だけ装備しといたらいいっすよね。 OK。 じゃあまずは工房に行って、魔女の瞳を使ってちょっと作ってもらいますか。あと、セオの槍を返しましょうか。あ、モンモンさんこんばんは。あ、初見ありがとうございます。来ていただいて本当に。ダラダラロマサガ3やっております。その栄光じゃない。はい、気づいてくれた人が一人。はい、それ違う栄光を気づいてくれた方が二人。強化道具が完成した。おい、西洋の槍、持って帰ってきたったんやぞ。持って帰ってきたったんやぞ、お前。分かってんのか、これは。うわ、気になるな、これ。エクセルガード気になるな。エクセルガード、お願いします。西洋の槍を持って帰ってきたったよ、そこに飾れ、言うね。フランベルジュが完成しました、じゃなくて、ブリッツランサー、カナリアの弓、ブリッツランサー、タルチザンが必要です。タルチザン持ってなかったっけ？タルチザンを買います。タルチザン購入して、ブリッツランサー、まあ槍はもういらんすけどね。槍は多分もう最強のものを手に入れちゃってるんで、ブリッツランサー、おい、槍を持って帰ってきたったのにあんまりリアクションがねえな、こいつ。あんまりリアクションがないっすね、これ。おし、じゃあちょっと、欲しかった剣取りに行くというか、ちょっと様子見に行きますか。一回顔見に行きますわ。一回顔見に行きます。この状態で勝てるわけないんですけど、一応ね、一応顔を見に行きましょうか。顔を拝みに行きましょうか。はい、ここでは、はい、この仕打ちね。ジジイが寝てる。ジジイ三人とも寝てる。若い二人が、今ちょっと、外にいましたね。陣形がちょっと変わった。順番が変わったからや、これ。ああ、ヒベリウスが二番目来てもうてるわ、これ。二番手にヒベリウスが来てます。よし。じゃあ、
じゃあ行ってみよっか。じゃあ行くか。超頑張って撮りましたからね、スマウグね。もうめっちゃ大変やったからね、スマウグ撮りは。本当に。あー、マジカントさんこんばんは。よっしゃー。あ、コーマの剣取りに行こうぜ。コーマの剣ってどこにあるん？え、怖っ。え、こいつじゃないよな。こいつじゃないよな。見た目絶対ドラゴン、ゴールデンバーム。めっちゃ、名前だけ聞いたらめちゃめちゃ洋菓子なんですけどね。洋菓子感、この見た目は洋菓子感は一切ないですね。メガホーク。一気に全体攻撃系で削っていくか。あー、てかロビン、はい、ロビン入れるの忘れた。しまった。何をやってる？せい。あっと。こんなに舐めてたらあかん感じやな。まあまあ、でもまあ勝てるでしょう。こいつ全然サイズを追ってないですよね。パンツのあのトランクスか半パンかわかんないですけど、全くサイズ違いもいいとこっていうか、あいつ強い。涙で倒して空気投げ、メガホーク、大車輪、着眼撃。こいつは仕留めておきましょう。あー、倒せない、倒せない。あ、ショータロイドさんこんばんは。どうもどうも。ガヤってる勇者さん好き、ありがとうございます。ガヤりながらダラダラしてます。よいしょ。あいつ強えな、マジで。やねん、こいつオナホみたいな顔しやがって、ほんま。ドッツキは全く効かないですね。内部破壊的な技じゃないと無理じゃないかな、これ。分身剣にしよう。素早さはそんな強くないから。スパイラルチャージとか、こういうやつの方が効くんじゃないですか。うわ、気持ち悪。気持ち悪。やめんかい、ごめん。よっしゃ、オッケー。体術がもうガンガンアップしてますよ。体術のもう上がり方がすごいですよ、もう本当に。それこそスポンジのように体術を覚えていってます。え？こんなんやったっけ？こんなんやったっけ？ちょっと待って待って待って。待って。ちょっと待って、メインロードはここ？え、怖い怖い。ちょっと待って、セーブします。怖いな。あ、ちょっと待って、ロビン入れよう、ロビン入れよう。ロビンを加入させます。よし、いいですね。主人公の両サイドにこうジジイが陣取る、このスタイル。あそこ本当は女性だったらね、いいんですけど。うわ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 、何これ何これ、罠や。関係あるかい。おるなぁ、おるなぁ。怖い。こいつじゃないと思う。うわ。すごいな、この見た目が。死人なのかな？死人って呼んでいいのかな？これも完全に、この武器は、この武器とこの顔は、クロックタワーです、これ。クロックタワーを思い出しますね、これ。おーおーおー、ロビンパンチじゃないでしょう。ファイヤークラッカー。ゴールデンバーム、ドン。吸血ミス、二段突き。あれで二段突きしてくんのか。挟めよ。もう突くんじゃなくて、挟めよ。あー、弱い。全然弱いね。全然弱い。ああいうのは逃げられへんの？うろうろしてる、動いとるやつは基本的に逃げられますし、こいつも逃げられると思います。逃げられるんですけど、倒さないとここから動いてくれないっていうパターンですね。
固定に関しては。はい、ラウンドスライサーはまだひらめいてないですね。あの優先、ちょっと優先順位を下げてやってたんで、今から頑張ってスイングを使い続けようかなって感じですね。まあかなり低確率らしいので、もう気長に、ひらめかなかったらひらめかなかったですけど、あんまり気にしてないです。最強にしようと思ってるわけじゃないので、自分が楽しければそれで OK って感じです。別にあの最強を求めようとか完全コンプリートしようとか思ってることでは、思ってるっていうことではないです。プレイ的には、はい、もう雑に適当にやって適当にクリアしたいなと。ただキャラクターだけはちょっといろいろ使っていきてえなって感じで思ってます。よいしょ、まあ、こいつは弱い。またや、もうね、こんな大人のおもちゃの店に売ってるようなやつに負けるを渡すではないです。おらー、行った行った。シザーマン、あ、シザーマンですね。クロックタワーの、クロックタワー新エンディング見てない、あ、見てなかったでしたっけ。俺はそのどれが新エンディングなのかもわからないんですけど、あれは新エンディングではない。俺が言ったやつは新エンディングではないのかな、もしかして。ないのかもわかんないですね。そう言っておられるということは。塔の上でなんかこう、女の子が雨に打たれて、みたいな最後でしたよね、確か。